日産、アメニオとは日産自動車が開発したコンセプトカーである。2005年の第39回東京モーターショーで初公開されたティアナやラティオ、シルフィのモダンリビングコンセプトをミニバンに発展させたコンセプトカーである。3列とも同型状のシートが採用された6人乗りの余裕のあるサイズのミニバンであり、これをマルチピープルキャリアーとしている。 また、ドアは、ピラーレスの両側スライドドアが採用されており、フロントシートとセカンドシートには、電動、スライドリクライニング機構が、セカンドシートには、オットマン機構が備えられている。インテリアは赤い革のシートで、エルグランドのレッドレザープレミアムセレクションはこれを、イメージしたモデルである。インパネには18インチの大型モニターを搭載し、カーナビ画面や、 地球上を走る自社を宇宙から眺めるアースブラウズ進行方向に見える星座を表示するスペースブラウズなどの情報が表示される日産自動車第39回東京モーターショー出展概要を発表日産自動車株式会社 https g l ローバ s ニシャヌーズ .com ja jp リリーズ リリース -156 第 1E6F10F4342019D6D3A1AC02BB6 から051007から 02J2021 年12月17日閲覧東京モーターショー05日産アメニオはミニバンではない レスポンス、h t t p s スッシュ p スポンス j p a r t i c l e 2 0 0 5 1 0 1 3 7 5 2 3 5 h t m l 2 0 2 1年12月17日閲覧エルグランドを一部改良、日産自動車株式会社、https、グローバル、ニシャヌーズ .com、ja, jp、j. J. リリーシズ。 リリースマイナス 8A07F11C0676424275FB1 億1三3 4万 1365E800 から071023から 01J2021 年12月17日閲覧東京モーターショー2005プレビューミニバンにもモダンリビングを日産アメニオ w e b c o h t t p s コロンススララッッシシュュ w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  e b c g n e t スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ130302021年12月17日閲覧。ありがとうございます。